です。沖縄平和トーキングラジオ南から風をの時間です。私は、パーソナリティの木村明です。今日はいつものように山城宏司さんに来ていただいております。山城さんご挨拶。皆さんおはようございます。山城宏司です。はい。沖縄平和運動センター、元議長、今顧問をされております。はい。どうぞよろしくお願いいたします。はい。そしてですね、今日はですね、実は、ズームを通してですが、ゲストの方にお二人、出ていただくことになっております。お一人がですね、種子島のですね、馬毛島への、米軍施設に反対する市民団体連絡会の会長であられます、三宅公人さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。でもう一人の方がですね、西之表市種子島のですね、市会議員の長野博美さんです。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあいつものように、はい、木梨昇吉さんの花をよろしくお願いします。
はい、それでは始めさせていただきます。前回はですね、山城さんに来ていただいたときに、奄美のお二人にですね、登場して、奄美の状況をお聞きしました。で今回は種子島のね、お二人、三宅さんと長野さんにですね、種子島、馬毛島のですね、状況をお聞きしたいと思ってますが、山城さん、はい、前回を含めてどうでしたですかね。で今回また、種子島、馬毛島のお話を聞けるということで、はい、こちらで、三宅さん、長野さん、今日は、一緒にお話ができることを嬉しく思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今木村さんからお話がありますように、前回は奄美大島をつないで、ここで投稿させていただきました。今大きく揺るがしている私たちの南西諸島の軍事化の問題、これも今日ご参加のお二人の、馬毛島から始まり、私どもの沖縄の与那国、台湾から100キロの与那国に至るまでのこの1000キロに及ぶ洋上に点在する島々を全て軍事化にしてしまう、そしてここから、中国戦争をする、ミサイルを発射する、当然そうなればこちらが反撃の対象となり戦場となるということがもうはっきりしているわけで、そのことにやっぱり反対をして、お互いで連携をしながら取り組んでいこうと、こう、思い、微々たる力であります努力をしておりますけど、はい、よろしくお願いいたします。はい、それで今日は最初にですね、馬毛島への米軍施設に反対する市民団体連絡会の会長の三宅さんの方からですね、種子島、馬毛島をめぐる状況、あるいはこの団体連絡会がどのような活動をされてきたかも含めてですね、はじめに お話をよろしくお願いいたします。はい、はい、馬毛島への米軍施設に反対する市民団体連絡会で会長しております三宅公人と申します。はい、実は健康上の理由その他もあって、ここ3ヶ月ほどは、会長としての、まあ、仕事はあまりしてないんですが、一応まだ会長ということにはなっておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で私は反対運動の全体像は長野さんの方が詳しいと思いますので、連絡会ができてから今までのことを簡単に話したいと思います。はい、よろしくお願いします。2019年の11月30日、政府防衛省が馬毛島の伝統をほぼ買うというニュースが流れた次の日に、私どもは、発足しております。それですぐに、署名運動とか、いろんな運動を始めまして、これまで30万筆以上の全国で署名を集めて、はい、2度にわたって政府防衛省に届けております。あと、当初から日本 の野党の皆さん方、立憲、社民、それから共産、他にもいくつかありますけど、その先生方と協力して防衛省交渉をしたりとか、そういうことをやってきました。いろんな集会もやられてますよね。はい、党内でも何度か集会とか、デモ行進も2度ほどやりましたね。そして、一つ のポイントになったのが、昨年の1月30日でしたか、31日でしたか、はい、市長選が行われまして、まあ、ギリギリだったんですけど、私どもは同意できないという立場を明確にした現在の市長さんを応援して、なんとか当選させることができたんです。現在の市長のお名前が、矢板俊介さんです。元朝日新聞の方だったですかね。はい、そうですね、はい、熊本支局長までやった記者の方ですね。はい、それでずっとやってたんですが、今年の2月3日にですね、矢板市長さんが、防衛省に対する要望書というのを、提出しまして、交付金について話し合いをしたいというようなことを表明したんですね。それ以来私ども反対運動は非常に混乱している状態でして、市長さんの真意がわからないと、で反対ということを言わなくなったんです。そのこともあって、
連絡会も動きが取れなくなっているんです。で、防衛省に対する反対運動は続けているんですが、その市長さんとの距離の取り方の問題でなかなかちょっと全体として動ききれてない状況があるんです。まあ、そういう状況があるんですが、政府の方は着々ともことを進めてまして、正式に予算が国会で通った途端に、その前からですけれども、いろいろなことも契約ですね、基地建設の工事を、契約し始めてるんです。からその基地建設のための環境アセスメントも強引に進めてまして、先ほど、つい一月近く前準備書が発表されて、それも非常に問題があって、私の場合はそれの批判の学習会を開いたり意見書を まとめているところなんですけども、どん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 計画は進んでいると。で、環境アセスが、最終的に OK になって、かつ県知事も、OK になれば下手すると基地ができてしまうと非常に危機感を抱いております。で、今後のことを今みんなでいろいろ相談しながらやっているところです。はい、じゃあ、はい、とりあえずこれぐらいまで、はい、今の、お話について山城さんの方から何かコメントを少し。はい、いや本当に痛ましいですね。当初反対して市長に当選した人がやっぱり交付金をめぐって何かさせて、国の方にシュートしていくという話を聞いて、本当に胸が痛むような思いがします。どこでもあることですけど、本当に国は、雨も鞭も使い分けながら私たちを陥れるために、手をこまねいてはいないんだということを改めて感じます。この沖縄もそうですし、戦場になるということが明らかになっていてもなお、やはり、国の財政援助に頼る、このとりわけ与那国とか石垣宮古という離島を戦場にされることがもう明らかになっているのに、それでもなお政府と連携することが何よりだというふうな主張に、私たちはもう苦しい思いをしながら今声を上げ続けておりますが、どうぞ三宅会長、ぜひそういう状況の中にあっても、くじけずにお互いで連携をしてまいりたいと思って今日参加をさせてもらっているんですが、今日機会にぜひまた、苦しい胸の内も明らかにしながら連携を深めていくことができればと願っています。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 まさに今種子島の市長の西之表市の市長の置かれているような状況というのは岩国基地のね、岩国の井原元市長と同じような状況にね、今置かれているのかなというふうに察しますけれどもね。はい、それで、次にですね、長野博美市議の方からですね、種子島、馬毛島問題、そもそもどういう状況なのかをもっとですね、詳しくお話をしていただければと思います。はい、はい、では始めたいと思います。私は馬毛島のこの問題につきましては、従来馬毛島がですね、きな臭いと言いますか、大変その地元の住民にとっては頭の痛い問題点がたくさん、抱えながら今日に至っております。まあ、ざっと言いますと、そもそもが国がですね、土地の規制ですとか、その経済政策ですとか、そのさまざまなそのツケが違うんですけど、昔にどん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 買収されて、その買収した結果、さまざまな事業が失敗してですね、で結局熱帯島圏だとか低島圏だとか、本当に非常に暗い暗部な部分を抱えた土地になってしまったんですけど、そこを一手に再度買収しかけてしまったのが、この間亡くなりましたけれども立石さんという事業者さんです。業者さんですね。で、実は先ほど三宅会長が説明がありましたように、2009年に国が買収した、失礼しました、2019年ですね、国が買収した
っていうのは、このタストンエアポート社という立石勲さんという方の所有権から買収をしたんですけれども、うん、もうその時点では土地は 99% 買われてしまった後だったので、地元としては実は土地の売買の手続きについて、あまり大きなことは実質的にはあま大きな争点にはなりません。ただ争点になりうるのは実はですね、買収の価格です。価格が国側の45億円ぐらいの、算定価格を不動産鑑定出したんですけど、実際には160億円と。45億円が160億円になったんですか。はい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 。で、買収されたりとか、あとそれからその160億円の中には、違法に開発したんですよ、立石さんって方がですね、うん、取っとこ取っとこ。いわゆるその、俺の土地だから何を言うなっていう形で、島丸ごとですので、密室な状態でしたので、もう地元の自治体も手を出せず、適切な行政指導を全くされないまま、森林法違反のですね、結果的には4000メートルのあんな、あたかも滑走路に見られますけど、うん、単なる裸地なんですよね、拉致です、はあ、決して飛行場でも何でもないんですけど、うん、その土地をですね、造成したからというだけで国は30億円以上ですね、なんか算定しているとか、さまざまなその価格についても一点不透明であり、一切がまだ明らかにされていません。また国のことについては先ほど申し上げましたように、地元の自治体がですね、一生懸命森林法の手続きに瑕疵があると、うん、それから地元の実は私たち漁業、このそもそもがすいません、馬木島って本当に豊かな漁場だったんです。種子島の漁業が、遠洋漁業が発達した、この近海で魚が取れるから、うん、それもザクザクと小判のように取れてたのがこの馬木島近海だったんですね、うん、ですので、漁業の歴史というのも本当に素晴らしいものが残っていて、で確かに島は売り渡したけれども、海は渡してないんですよ。漁業権とか漁師さんたちと、うん、そして私たち島の人にとっては生活のある馬毛島なんですけど、入合権とか言いますよね。ですです、うん、入合権といった土地もまだ多少残っていますし、漁業権もありますし、島の人にとってはもう景観そのものも含めてですね。ただここが一気に基地問題に発展してきたところでは、これは全く新しい展開に入ってきていて、先ほど名越さんの方からおっしゃっていただいたように、私たちの暮らしが壊される、攻撃の対象になっているっていう、この実態がですね、あまりにも短い間に、一方的に国だけが暴走していてですね、地元の自治体も未だかつて、イエスと言ったことはないんです。ただ昨年 の選挙で私たち議会が残念ながら同数という形になりまして、で議会としてもちょっと面白くない展開にはなっておりますが、いわゆる地方自治権ですとか、少し私は市会議員ですので、国と地方自治、そのいわゆるその国民の安全安心、私たち自治体はまず何よりも地元の住民の安全安心をしっかり担保しなきゃいけないわけですけれども、こういった点一点においてもですね、もう実に国があまりにもその暴走していてですね、ですから法的な部分でも大きく問題がたくさん山積していると思っております。でこういった部分を先ほど岩国市の市長のが落選してしまったという事実がありました。そうですね、少しお話ししますね。伊原さんがですね、実はたまたま本日種子島でも講演していただくとなっております。そうなんですか。はい、本日です。はいはい。で、問題点はですね、はい、決してですね、自治体が町がお金に揺さぶられて負けたというのでは実はないんです。明らかに国がですね、お金をばらまいて、でそれと同時に防衛省という省の問題であるにもかかわらず、例えば国土交通省とか国全体の組織の中でこの基地問題についてですね、いい加減な関与をしてきているという部分がですね、本当に許しがたいんです。ですので私はこの基地問題、この私の暮らしを守るといった部分で地方自治体、国もしくは私民主主義
義っていう制度的なものも含めて、私たちは本当にこの問題を明らかに、どこに問題があるのか、一つ一つ諦めずに問題提起していかなきゃいけないなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。井原市長にもよろしくお伝えください。僕らもう一度、はい、アクセスさせていただこうと思ってますのでね。わかりました、はい、それで、すみません、山城さん、はい、今のお話を受けて、あ、はい、はい、最後にもしお話がありましたように、防衛省の問題にもかかわらず、国交省をはじめ国全体が絡んできて、小さな自治体を抑え込んでいくという構図、まあ、これはもう沖縄で再三によって繰り返されていることで、今、馬毛島でもそういうことがあるというふうに、長野議員からお話を伺って、本当に腹が立つというか、どこでも変わらない国のその横暴、その汚い手口というのは変わらないんだなというふうに思います。お話があった井原市長なんか、典型的にその犠牲にされた、政府によってなでぎられた、まさにその象徴のような方で、お話を伺いながらですね、ぜひ自治体が国と中央とどのように向かうのか、あるいはそのことを市民にどのように訴えていくか、大きな課題がかかっているんだなというふうに思いますが、ぜひ馬毛島の皆さんの痛みは私たちの痛みでもあります。また今日さらに議論を、情報交換を務めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、先ほど土地購入の不明朗な問題とか、環境アセスメント、その他説明会のこう不十分さとかも指摘されましたけれども、そもそもその馬毛島を今、政府はどのように使おうとしているのか、で馬毛島は今、どこまで工事その他が進んでいるのか、でそれに連動してですね、種子島で自衛隊その他の動きがどうなっているのかですね、そこらについて、まず三宅さんから少し、はい、短めでお願いします。はい、工事は、はい、具体的な工事はまだ始まっていません。ただ厳密に言うと港の改修工事が少し一部始まっています。そして港の改修が馬毛島に外周道路を作るというのは環境アセスメントから外して彼らはね、うん、ということで別だということにしてますので、うん、間もなくその外周道路建設と、それから港の浚渫、場合によってはその港の外まで浚渫するようなんですが、それがこれは始まると思います。彼らの言い分ではアセスメント途中でもこれは関係ないということにしてますね。あと具体的にその自衛隊のことに関しては、ここ数年種子島での、日米共同も含めた自衛隊の訓練がかなり頻繁に行われてまして、頻繁にですね、あと意図的にだとは思うんですが、迷彩服で動き回ったり、車をいっぱい走らせたりと、そういうのはかなり意図的にやってるんだと思います。ただ具体的な部隊の位置とかそういうのはありません、まだ、はい、ですよね、長野さん、そんなとこですね。はい、長野さんからも、はい、予算もかなりもうついてるみたいですけれどもね、はいはいはい、まずですね、施設の概要なんですが、はい、陸海空の自衛隊のさまざまな訓練を一括この場所で行おうとしております。で特に一番ひどいのが戦闘機の訓練になります。まあ、種類もですねさまざまあるんですが、それの中でも特に気になるのが F35B という宮崎県のニュータバルに配備する予定のものを今回初めて、この馬毛島でも専用の訓練地を作るんですけれども、それだけでですね、回数は5000回を予定している、5000回以上。5000回ですので、ジェット戦闘機を含めた戦闘機の訓練は年間で自衛隊だけで2万3000回以上、そして問題の米軍の FCLP が3000回以上。リア着訓練ですよね。年間リア着訓練です。そうすると年間2万8000回以上この馬毛島で行われますし、ましてやですね、このわずか10しか住民は離れていないんですが、米軍に関しては真夜中3時までの訓練時間を設定、もうすでに設定してあります。真夜中の3時ですか。いかにそのですです、これはですね、本当にだから、まあ、国民を無視、軽視してるんだろうと思うんですが、嘉手納基地であろうが、
あの普天間であろうが三沢であろうが厚木基地であろうが夜中3時までやるところはありません。唯一あるのが今現在やっている硫黄島です。あそこはもう周囲300キロ以上離れたところで初めて住民が暮らしているわけで、真夜中3時までなんてもう許しがたいんです。でさらにですね、問題なのは今回の環境アセスの準備書の中で初めてです。そもそも私たち地元にこれまで当初は米軍の FCLP ですよ、ただしあの災害時にあのいろんな物資の集積場所に使わせてくださいねだったんです。でそこに次に出てきたのが F35B を含めたあの様々な訓練地です。でさらに今回ですね、改めてこんなことが出てきました。これ追加的にですよ、地元に説明したわけではないんですが、こういうふうに言っています。我が国島しょ部に対する攻撃への対処のため活動場所として使う。これって要するにここの馬毛島が訓練地ではなく基地機能を持つことになるって言ってるんですよね。でこれでですね、環境アセスをしようとしてるんです。これ本当に言葉にならないぐらいいい加減な環境アセスです。でここの問題点についてはもしよろしければこれ国民誰もが見ることができ、意見を述べることができますので、一人でも多くの方にこの馬毛島の問題についてあのちょっと見ていただきたい。これ日本の国民の今後のですね、軍事のある方について大きなあの問題提起だと思います。はい、すいません。はい、あのではまた山城さんの方からお願いします。少し、あ、いや本当恐ろしいですね。はい、米軍のその横須賀を母港とする BLC の基地だというふうに宣伝されながら、当初ですね、実際には2万3000回以上の自衛隊の離発着訓練がされるということは、私も今なんか初めて聞くような思いがしてゾッとしますけど、しかも、ね、陸海空3軍、これは今あの、ね、自衛隊が中野議員おっしゃるように、その自衛隊の膨大な訓練の実施、あるいは防衛省が発表するように、この有事の際の戦場となる攻撃基地であり、あるいは反撃基地であり、まあ、またさらにはこう戦場となるということがもう前提されている、そういうふうな話、やっぱりあのなんで私たちここに例えば種子島にも 何万十数万の人がいる、沖縄にも何万という人たちが離島に住んでいるにもかかわらず、そういうふうなことが大きく広がらない、抑え込まれて政府がやることが正しいというのか、その忖度するようなマスコミのせいもあるんでしょうけど、このような脅威に立たされていることが全国に広がっていかない、私たちの脅威が思いが発信されないということに日頃苛立ちを感じてはいますけど、今、お聞きした馬毛島の状況も変わらないんだなという思いがして、何とかしなくちゃならない、何とか連帯しながら私たちのいうところの南西諸島から大きく発信をしていかなきゃならんということを改めて感じているところです。ぜひ、その知恵をお互いで考えていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、沖縄ではあのノーモア沖縄戦、命と宝の会が山城さんを中心にですね、あのすでに出来上がっていますし、実は鹿児島でもですね、その種子島、馬毛島、奄美、そして鹿屋などであの一体化した南西諸島防衛での大きな米軍あの自衛隊の動きがありますので、鹿児島を戦場にさせない会の立ち上げをね、今準備しようとしていまして、長野さんにもね、あのそれ何回かですね、参加していただいてますので、はい、実はあの5月23日の夜にまたありますので、その時にもまたお会いできたらと思います。はい、それであのまたこの後後半部分では沖縄の問題で中心でまたお話ししますけれども、その時にまたお二人議論に加わっていただければと思います。はい、それではいつものようにですね、木名さんの花の次はですね、坂本九さんの上を向いて歩こうですね、流させていただきます。よろしくお願いします。
はい、それでは後半に入らせていただきます。後半ではですね、まず沖縄の状況、5.15 を迎えたですね、沖縄の状況をまず山城さんの方から、お話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。その前に515の前にですね、はい、今日お二人とこのようにお話ができて本当に光栄に思っていますが、本来私どもを立ち上げたノーモア沖縄戦の会でですね、馬毛島なり奄美なりとつないで、全体で どうしていこうかということを本当は何より優先的に企画し実行すべ、やるべきところ、それができないままに今日は木村さんのスタジオで、このようにお世話になり、連携ができているということを本当に嬉しく思うと同時に少し、なんて言うんでしょう、恥ずかしさを感じているところです。そのことをこう胸に秘めながらしっかり連携を図っていく、その努力を、急がなきゃならんなという思いでいることをまずお伝えしたいと思います。今日はありがとうございます。さて5月15日、が、この間、大きな会場でいろんな集会取り組みがされて、います。ご案内の通りだと思いますが、復帰から50年が経つ沖縄、今改めて、私たちがやってきた本土に帰る、祖国に帰るという運動がどういう運動だったのか、結末がどうなった、50年はどうなっているのかという話を、そのことを問われるような毎日だったと、思っております。で、何よりその50年が過ぎて、基地のない平和の沖縄を作りたい、そういう社会を作りたいという願いながら復帰をし50年が経過するわけですけど、今牧島のお二人の話もありますように、50年経ったらむしろ状況はひどくなるどころか、基地が強化されるとか固定化されるとか強化されるじゃなくて、もう改めて77年前の戦争が用意されている、この島々で戦争が用意され、そのことを政府は公言をし、マスコミはそのことを後押しするように忖度するように私たちの声は一切無視してしまう。折からのロシアのウクライナ侵攻もあって、要は世を挙げて政府のプロパガンダ、全体主義国家への脅威に備えようという防衛論の強化、下手すると日本も核武装すべきだ、そうでないと国が守れないという議論の中に、放られて、私たちのように戦争に反対する、あるいは戦場になることに反対する声が、さらにさらに、かき消されてしまう、そういう状況に立っているというふうに思えるわけですけど、これが50年が過ぎた私たちの、本土復帰、祖国復帰の節目の時であったというふうに思います。それだけに、怒りと悲しみと、さまざまな思いが錯綜するわけでありますが、5月15日は、岸田首相がやってきて、宜野湾市コンベンションって、沖縄の一番の、大集会場で式典が催されて、そこで首相も参加する、そのような式典があったようです。その会場を取り巻く野外ではたくさんの市民が押しかけて、その式典、おかしい、現状は何も変わらんのに、さらに悪化していくのに50年をただ式典祝うというだけで中身のない集会をやることに大きな異議が、唱えられ、そして声が上がったところです。岸田首相は案の定、単に復帰が実現をした、そしてこれから新しいスタートを切り、さらに沖縄の発展のために政府も尽くすという前工場で終わったようです。知事も、この式典で改めてことを荒げることもやっぱりすべきではないと思いはあったんだと思いますけど、そういうことが率直に伝わらない、基地の強化の問題については発言もされたようですけど、私たちがかねてずっと知事にも要請し続けているのは、単に米軍基地が固定化され辺野古に見られるように強化されるという一方で、
沖縄の島々、40を超える島々が、米軍の対中国戦争の拠点になる。で、同時にそれは私たちの島々が反撃の対象なり戦場となる。そこに自衛隊が入ってきて、ドンパチをする戦争を始めるということが具体的な計画として上がっているのに、そのことに、県を代表する、県民の命を預かる県知事からメッセージが出ないというのはどうしたことかというふうな焦りと、怒りのような思いがするわけですけど、ぜひここはですね、県議会も含めて、議会の国会議員も含めて、それから県政一緒になって、沖縄本島だけじゃなくて離島の島々、小さな島々をも決して戦場にはさせない。再びどのようなことがあっても77年前の悲劇を自らの島で、自らの土地で弱気させることは許さないことだ。県知事としてそのことは絶対止めていく、そういう決意の表明があるべきだと、いうふうに思いますが、それがなかなか叶えられないのは私たちの発信の弱さ、私たちの温度の弱さでもあるんだろうということを自戒をしながら引き続き努力をしていこうというふうに思います。はい、どうぞまずそのことを申し上げて挨拶といたします。はい、実は 5.15 の時、私も沖縄コンベンションセンター前に、行ってまして、多くの方との交流もあったんですが、今ハンガーストライキ中のですね、本山仁志郎さん、県民投票の会の代表で成功させた方ですが、東京から駆けつけられて、垂れ幕で抗議活動を行ってたんですが、それをですね、車列から見えないようにそのすぐ前の道路に、警察車両をですね、何台もですね重ねて、遮断させるっていうような、ね、対応もしてましたし、抗議活動に来られていた多くの労組の団体などがですね、コンベンションセンターに向かって道路を渡ろうとしたらですね、そこに、警察機動隊がですね立ち下がってあ、すみません押し問答になるとかいう状況もありました。で、デニー玉木さんのお話で言えば、県議所の話について少し山下さんから追加でお願いいたします。はい、県政はですね、50年前に復帰をするとき、当時の琉球政府主席の屋良朝苗氏、復帰後は初代の県知事になられるわけですけど、その知事が、したためて、国への意見書として提出をした、沖縄の基地のない平和の沖縄を作るための県政の願い、それは、県議所という名義された、要請書になりますが、そのことをですね、改めて県政として発信しようということで、今回、要請がされたようです。知事は、市長はそれを受け取ることは受け取ったようですけど、それに対するコメントもないし、政府に対して閣内に対して指示もないでしょう。沖縄県から50年目の改めての県議所が提出されている、そのことを全力を挙げて沖縄に応えていこうというふうなメッセージはほとんど流れていませんし、受け取っただけだと、いうことだろうと思います。そういう意味では本当に県民の思い、県議会が要諦して作成した県議所、の原案を、骨子、そしてそれをまとめた県政、そのことが、来県した市長に手渡されたんでしょうけども、施行されたんでしょうけども、それがどのようなものになるかほとんど見えない、ただ受け取ったまで、いうふうな感じの県議所の、攻防がありました。はい、はい、そんな状況です。はい、で沖縄ではですね、 5.15 を受けて、さまざまなですね、団体市民による集会、催しがありまして、私も、いくつか、行きましたけれども、自己決定権とか琉球独立のことも言われている、会の、集まりにも参加させていただきましたけれども、そこではですね、その日本復帰、祖国復帰という言葉自体もですね、おかしいのではないかと、その復帰そのものが良かったか悪かったかというよりも、もう脱復帰という形でですね、
捉え直す必要があるのではないかというようなんですね、意見も出ておりました。また私どもが関わっているですね、東アジア共同体沖縄琉球研究会の集まりが復帰50年特集の第1回として沖縄が直面する戦争危機、ウクライナからの教訓ということで、石原正家先生やですね、与那覇恵子さん、そして、私などがですね、登壇してお話する会も、ありましたけれども、ここで言われているウクライナからの教訓というのはですね、米ロの代理戦争としてウクライナが戦場になり犠牲になったと。で、東アジアでですね、米中の代理戦争として日本、とりわけ沖縄、南西諸島ですね、種子島、奄美も含むが犠牲戦場になってはならないと、しかし今そういう流れが一挙にですね、日本国内アメリカ、台湾をめぐる情勢の中で、出てきているのではないかというお話がですね、出てきております。最近の動きを見ていますと、まさにウクライナ危機を受けてですね、もう非常に好戦的な流れが日本の中で出てきてですね、非核三原則の見直し、専守防衛の放棄、対敵基地攻撃能力を持とうとかですね、核の共有までしようという話まで出てるということがあると思います。それで種子島のですね、お二人に今の山城さんや沖縄の動きを受けてですね、それぞれお話をコメントをお願いいたしたいと思います。じゃあ三宅さんからお願いいたします。今山城さんの話をお伺いしてですね、思ったのは、私どもの運動の原点はですね、環境が破壊される、騒音が大変だということもあるんですが、やはり戦争が嫌だということだったんですね。で、種子島は、沖縄ほどではなかったんですが、先の大戦の末期には結構空襲とかいろんなことがあったり、あと多くの日本の徴用された船の、が撃沈されて、死体が種子島、馬毛島に流れ着いてですね、当時の高校生とか女子学生がそれの始末に駆り出されたと、そういうのがあって、特に年取った人は反戦感情が根強いんです。で、防衛省のいろんな手続き上のいろんな問題もあるんですが、やっぱりとにかく戦争は嫌だと。で、私たちのふるさとを、ね、戦場にしたくないということをやっぱりもう一度大きく喋っていかなきゃいかんなと思いました。はい、長野さんはいかがでしょうか。はい、はい、ですね、米中代理戦争という言葉がですね、こんなにこのリアリティを持って私の日常生活で言葉がこう流れるようになるなんて本当に残念ですね。実際リスク的には現実、そこも検討するっていうのに対してですね、返す言葉もないっていうのが実態ですが、しかし根本でどうしても私諦められないのがですね、何のでもないんです、戦うことが、戦争が。この私たちの、この現代の私たちの持っている技術力だとか、ネットワーク力だとか、情報だとか、少なくとも暮らしのレベルとか考えてもですね、私たち暮らしを考えたときに、どの国民を見ても、どの人を見てもですね、この戦争の流れというものについて、もしくは軍事化を進めるということについて、もう環境汚染も甚だしい。どう考えてもこれ理屈に合いません。だからその何としてもですね、もっとこう冷静に、私たちのその進むべき道を誤らないように、何としても私世界で一気に戦争放棄に動かしたい。どう考えたって誰の目利益にも合いませんよ、今のこの進み方って。特定の一部の利権者の方たちのための動きではないかと思っております。根本的なところでですね、何としても小さいところからでもいいので動きたい、行動したいと思います。はい、ありがとうございます。山城さん、台湾有事が今なんか急速にですね、こう迫っているかのような声が強まっているというか、そういう放送メディアを通じて流されているんですが、このことについてはどういうふうに見ておられますか。
少し短い時間でなかなか語れませんけど、ですね、はい、私はそもそもこのこと自体、アメリカ側の捏造、あるいは陰謀、下手すら戦争となればその謀略だ、こう思うわけです、中国が大きく大国として登場してきたのは昨日今日のことじゃなくて、もう90年代からずっと始まっていて、でそれに焦りを感じるアメリカがいるというのもよくわかります。トランプさんは 20%、30% の高関税で中国を抑えようとしたけれども、それはアメリカにも返り血となってうまくいかない。そのことで登場したバイデン政権は経済制裁、関税制裁ではなくて軍事制裁に切り替えたということですね。で、昨年の1月に登場するや否や中国脅威、台湾脅威を語ったのは誰でもないアメリカのバイデン政権です。その政権が私たちを巻き込んで、そんな怖い中国が隣にいるんだから日本の人たちを、特に沖縄の人たちを安閑としていられませんよと、米軍基地はさらに強化するし、いざとなれば戦場になるかもしれないけど、それは世界の民主主義のため、自由主義のためだから我慢しなさいという宣伝がされていると、こういうふうに思うわけです。だから単刀直入に申し上げれば、これは日本のためでもないし、私たち、ましてや私たち住民のためではないことはもう明らかです。アメリカの今木村さんおっしゃるように代理戦争、アメリカが中国を抑え込むために日本列島を使う、中津区琉球列島を、琉球湖と言われる南西諸島を使う、この図が明らかです。で、ソ連のウクライナ侵攻もそのことが背景にあったと思うんですけど、やっぱりね、世界を領導しようとしている、世界を画策をしながら、世界の覇権を握り続けようとしているアメリカというものの存在を書いて今の世界を見ることはできないというふうに思うわけです。だから私たちは冷静になって、アメリカが、何をしようとしているのか、それに対抗する、ロシア中国がどのように考えているかということを冷静に見ながら、私たちのこの地域の流れを見ていきたいというふうに思うわけです。あと最後に申し上げれば、中国は、おそらくロシアみたいに過剰な反応はしないと思うんですね。過剰な反応はしません。沖縄が防衛軍備強化されたから攻撃せよというふうなことはないと思います。なぜなら中国はもうそれをはるかに超える大国になっているからです。押しかけてアメリカが日本の自衛隊を使って軍隊を押しかけても、それを、一瞬にして反撃する力を持っているので、そういうふうなロシアのような過剰な反応はしないと思うんですけど、いずれにしてもこれ以上軍備強化が進まると一触即発、何が起きるか分からないという脅威は持ちながら、対応していきたいというふうに思います。ぜひ東アジアに対話を、極東地域に対話を、そのことによる平和の創造をということを訴えながら努力していきたいと思います。はい、私も台湾有事が近づいたとは決して思っていません。むしろ遠ざかったといいますか、実際そういうのが事実に近いんだろうと思っていますし、ただその一方でですね、1972年の米中 の、 ニクソン訪中、その後の国連の中国の加盟以降、一つの中国は日米を含む国際社会が、認めたことではあるんですが、その一つの中国政策をあたかもですねなかったことにするような動きがアメリカを中心に今ですね、行われていると。台湾に次々とですねアメリカの高官あるいは議員団が訪問したりですね、武器をさらにですね、輸出するだけでなく、現地で米軍が訓練を行っているという状況、情報もですね今確認されているわけです。そうした中で人為的なですね、台湾有事が作り出されてはならないと思っております。でまた核の問題で言うならばですね、核の共有とか中距離核戦略配備の問題も出てますが、実はですね、5月の21日、明日、琉球新報ホールで、戦争と核のない世界へ、すべての武器を楽器にということで、核廃絶の、シンポジウムを行うことに、なっております。
明日の午後1時半会場、2時開演で、琉球新報社の代表で、行います。秋葉忠俊元広島市長や鳩山幸男、元総理、鳩山さんはあの動画出演でありますが、木納正吉さん、糸数恵子元参議院議員、長崎の西岡さんとか、城代さんとかいうあの被爆者なども参加していただきます。私もあの登壇する予定でありますので、ぜひ参加していただきたいと、思います。またここら辺の情報その他につきましては、私どもがやっている、ISF 独立言論フォーラムの方でも、お知らせ届けてますので、どうぞよろしくお願いします。それで今日はですね、あの種子島から三宅さんと長野さん、お二人にあの参加していただきました。今日はいろいろとありがとうございました。今後もいろいろあの動きがあると思いますので、ご協力をしながらですね、連携をしながらやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。ありがとうございました。